はい、どうもこんにちは。今日はですね、埼玉にやってきております。来ているのも前回動画に出したプレシャスモスト RV さんのところですね。来ております。で、今回紹介するのがこちらですね、エクスペディションホークというお車になります。こちらはですね、アメリカの方ではそれなりに認知されているエクスペディションビークルという型式のものですね。エクスペディションホークですね、こちらに関しては災害時だったりとか支援用に工夫されている面もね、非常に多いお車になっております。ベースがタウンウェイストラックなのでちょっと小ぶりになっているんで、またね、このキャンピングカーに慣れてない人でも気軽に運転ができるというところで、中身だったりとかちょっと周りがどうなっているのかね、見ていければと思います。で、今回もこちらですね、旅する車さんっていうキャンピングカーがレンタルできるお店からですね、ちょっとお借りして使わせていただいてます。で、サイズこの 4.93m に幅が 1.96、 高さが 2.65 ですね。高さの方はちょっとオプションとかつけているので 2.65 よりかはもうちょっと上になります。実際並ぶとこんな感じですね。ちょっと小ぶりなキャンピングカーになってます。で、こちらですね、タウンウェイストラックがベースということで、2駆や4駆、マニュアルやオートマですね、そちら選べるようになってます。またこの辺ね、ベースによって少し値段が変わってくるので、お好きなもので選んでいただければと思います。乗車定員が4名で、就寝定員が大人3の子供が1というような感じですね。またこれは内装を見るときにお伝えします。はい、で、こちらエクスペディションホークはですね、まあオフロードだったりとかちょっとしたアクロでも普通のキャンピングカーに比べると、まあ、しっかりね、走れるように考慮されております。この後ろのシェルの部分が少し高くなっているのと、後ろのところですね、ここ少し斜めに入ってます。やっぱ後ろで、お尻ぶつけないようにするとか、まあ、その辺でね、アクロでも走りやすいように設計されてますね。ではまずは右側ですね。はい、ここがねマルチルームになってます。下の方はね、汚れや水に強くなってます。で、この床から天井までですね、まあ、こんな感じになっております。まあ、シャワーとかそういう汚れ落としの場所に使ってもいいし、トイレに使ってもいいし、荷物置きにも使っていいしという感じですね。で、後ろ側ですね、エアコンの室外機ついてます。あ、で、今回紹介しているこちらなんですけど、レンタカー用でオプションとかもね、結構つけているような状態になってますんで、まあ、参考程度に見ていただければと思います。なので、このエアコンもオプションのやつですね。はい、で、後ろ側の方ですね、こちらも収納になってます。ちょっとここのスペースは手のひら分かな。で、ちょっとここは狭いんですけど、ここが開くので、ここの部分ですね、ここにこう長いものを置きたい時とかはここを開いて後ろまで通すという感じです。で、ここも横幅ですね、2メートルないぐらいなんですけど、ここも縦長のスペースになっているので、何かしらの棒だったりとか、そういうものも置けます。はい、で、左側ですね、こちらももちろんの収納になってます。ここは先ほどの後ろ側の収納スペースにはなるんですけど、ここも一つ空間があります。で、一応この部分も中からアクセスはできる場所になっているので、ゴミ箱を置いたりとか、まあ、ゴミ袋とかそっち系を置いたりとか、アクセス頻度の低い荷物をここに置いたりとかっていうのに使います。で、ここが水のタンクですね。はい、ちゃんと2つついてます。19リットルずつかなのタンクです。それでは中の方見ていきましょうか。はい、開きまして、少しここ高くなってます。なので、はい、この入り口のところにあるこのボタンをですね、押すと、はい、このようにステップが出てきます。こう入ってくると、まあ、従来はここまでなんですけど、エクスペディションホークの特徴としてですね、災害時の支援をするところも考慮されているので、この防水パンと言われるですね、ネズミ色の床ですね、これがそのマルチルームのところまで伸びてます。まあ、今回はこれレンタカーのやつなんでここで脱ぎますけど、まあ、ちゃんとそういう使う時には靴の土足のまま、この辺ですね、マルチルームまで移動して、いろいろここで作業したりとか、中と外ですねの、行き来が激しくなったりするので、靴を脱がずとも動けるように考慮されておりますというところです。これはね、結構珍しいと思います。あ、ただ災害時のその考慮とかはされつつも、内装はねすごいおしゃれになってます。で、これ電気をつけていくと、はい、まあ、こんな感じでメインの照明あり、間接照明ありで、いい感じに車内が明るくなります。素晴らしいですね。こんな感じです。で、リビングのところもですね、こんな感じで、4人ぐらいは座れるのかな、それぐらいの椅子と作業台というか机がありますというところですね。素晴らしいですね。はい、で、こっちは、ちゃんと窓開けれるし、メッシュアリーの上持ってくと
よいしょ、このまま目隠しにもできるというところですね。今日みたいに日差しが強い時とかはね、これをするといいかもしれません。でこのシートのところも合皮使われてますかね、こちら。なのでここも水だったりとかそういう汚れに強くなっております。ちょっと泥がついたぐらいだったらもうさっとね、きれいにできそうです。で収納ですね、上の方に4つ棚があります。まあサイズはどれも一緒ぐらいで、どうですか、ハンヘルが1個入るぐらいのサイズ感ですかね、まあ、もうちょっと大きい感じですかね。はい、こんな感じですね。まあ何かと使い勝手の良いサイズの収納がございます。はい、で入って右手のこのエリアですね。まずここは、小さな机ですね、収納がありまして、はい、でその下は冷蔵庫ですね。こんな感じのやつで、大きめのペットボトルもね何本か入りそうですねっていう、冷蔵庫が備わってます。でこちらが水回りですね。先ほどタンクあったのでそういうことですね。で閉じてたら閉じてたで、ここが作業スペースにもなりますし、隣の方もね結構十分なノートパソコンぐらいは置けそうなスペースがあります。実際ここに災害時用だったりとか、なんかアウトドアだったりとかイベントでここが作業台として使われるのかもしれません。でこちらの方は先ほどと一緒ですね、窓がございます。はい、で同じような使い方できますね。はい、こんな感じです。でそれ以外は先ほど見たタンクですね。もうちょっとスペースあるので、ここにカセットコンロとか置いてもいいかもしれないですし、何か入れれそうな空間はあります。で先ほどのここからもう一個奥に来まして、電子レンジですね。もう普通の電子レンジがあります。でその下は収納ですね。はい、ここにカセットコンロ置いてあるんですね。はい、カセットコンロ置いてもまだまだ、余りあるスペースがございます。上の方も同じですね。結構ここは使い勝手いいかもしれないですね。はい、で下の方は先ほどですね、外からアクセスした収納スペースですね。はい、こちらがございます。でこちらがマルチルームですね。先ほど外から見たところです。はい、こんな感じで人一人入れますね、しっかり。よいしょ、まあ、中から見ると、こんな感じになってます。ここも開くのかな。あー、開きますねはい、ここ窓開くようになってます。まあ、ここから押すとも覗けますという感じですね。すごいなこれ。 OK、 はい、なのでここはマルチルームなので、そのまま2室としてここ使う人もいますし、トイレにする人もいますし、まあ、あとはその外から直接入ってここで泥を落としたりとか体を洗う場所として使う人もおります。で後ろの方ですね、こちらはベッドがね1つあります。で下の方は先ほどお見せした後ろの収納ですね。はい、こちらへのアクセスになってます。でちょっと後ろ寝転がります。はい、 OK ですね。一応174センチの人は体まっすぐにしてもまだね頭の方余裕ありますね。車のやっぱ横幅が2メートルいかないぐらいなんで、その分の長さがあります。上の方も空間があるので圧迫感とかも特にありません。今寝転がってるんですけど、足の方は今しっかり伸ばしてる状態で、頭の方はですねこれぐらい隙間が空いておりますというところです。スペースは確保されてます。でコンセント位置ですね、後ろのベッドのところに、2口ありますってのと、はい、この水場の作業台に2口あります。でこのリビングのところですね、2口あります。でこちらに関してはオプションも入れているので、エアコンもありますし、もちろん FF ヒーターもございます。あらゆる季節に対応しております。そしてバンクベッドですね。一応こちらはですね、子供が1人寝るぐらいのサイズ感とはなってるんですけど、サイズですね、この長さ的には、後ろのベッドとかと同じになるので大人が乗っても大丈夫です。ただやっぱ高さが少し低いので、まあ、大人が寝ると少し上が狭く感じるので、一応子供用とはしてるんですけど、大人でも寝れるスペースがあります。まあこんな感じですね。こっち向いて寝る分には別に圧迫感も何もないのでいいと思いますし、まあお子さんが寝る上ではね、やっぱバンクベッドってすごい人気なのでいいのかなというところです。じゃあちょっとここベッド展開できるんで、ベッドメイキングしていただきます。っていう感じでベッドメイキング完了です。ここが、大人2名寝れるスペースですね。こんな感じでしっかり寝れます。まだスペースあるんで180センチとかそれぐらいの人でも寝れますね。でそれがこっち側まで続いている感じですね。結構広々ね、2人寝れるんじゃないでしょうかねっていうぐらいのスペースがあります。ということでバンクベッドのところにお子様、まあ大人でも行けるんですけど1人と、こちらの展開したベッドスペースに2人
で後ろのベッドにお一人ということで4人が寝ることができます。気合い入れたら5人ぐらいいけそうな気もしますけどね。はい、こんな感じで広いスペースがありの下の方もね、なんだかんだここでスペースが広がるんで荷物とか下に忍ばせてもいいかもしれないですね。うん、はい、まあ、これもね結構有効活用できそうなスペースが出来上がってます。でこちらのエクスペディションホークなんですけど、シェルとこの運転席のところが分かれてるんですけど、ちゃんとここのところに穴というかウォークスルーできるようになっております。今この助手席が立っているんでなかなかね細身の人じゃないと通れないんですけど、ここのところ空いているので荷物ですね、運転席持ってきた時にそのまま後ろに置いたりだったりとか、ここを倒せば前後での行き来ができるようにもなります。で運転席ですね、こちらタウンウェイストラックベースということで、よいしょ、はい、この入り口のところがね、少し低めになってますので、まあ、実際に乗るとこんな感じですね。はい、スッと乗れます。で運転席のところはもう普通のタウンエース トラックということで、まあ、ここの辺はね、標準的なものがついてます。ただやっぱキャンピングカーということでバックモニターのところだったりとかその辺はしっかりしているということですって感じですね。でこの助手席の後ろの方ですね、こういう風に助手席倒すと、はい、スッと入れますね。で今から乗っていくわけなんですけど、こちらの工夫ポイントの一つとしてちょっとオプションにはなるんですけど、強化リアリーフスプリングっていうのがついてて、後ろのところですね、どうしてもこちらのベース車だと後ろが少しだれ気味というかちょっと下がっちゃうタイプのものが多いんですけど、このリーフスプリングをやることでしっかりね後ろ持ち上げてくれているので見た目的にもねしっかりしているし、やっぱり乗り心地っていうところでショックを吸収したりとかですごい変わってくるっていうところなので、実際乗ってもらうとすごい驚かれるっていうことが多いみたいなので、まあ、機会があればねぜひ見に行ってみてください。私は今から乗ります。はい、じゃあ出発します。はい、まあ、この辺はね普通乗用車とまあほぼ同じですね。はい、じゃあ出発します。というわけでスタートいたしました。普通にキャンピングカーっぽくなく乗用車っぽい感じで動かせております。やっぱスプリングがあると心持ちなんか違いますね。で幅もねやっぱ2メートルいかなくて、駐車場もね普通の駐車場にも、すっぽりはまるということで、初心者の方にも、はい、運転しやすいお車になってます。この工事跡の、段差とかもちょろちょろあるんですけど、はい、スプリングが効いてるということで、そんなにねガッシャンガッシャン動く感じでもないですし、はい、何も気にせず運転することができております。はい、というわけでね、今日は、関東すごいいい天気です。福井ではねなかなかない良いお天気ということで、やっぱキャンピングカーだと別にこれに泊まるわけではないんですけど楽しくなりますねでやっぱり後ろのバックカメラですね、後ろの状態もちゃんと確認できるし鏡もいっぱいあるんでね、ちょっと大きめの乗用車という感じでそんなに緊張することもなく、乗れておりますというところです。はい、あでここがちょっときつめの S 字カーブになってきます。急カーブありっていうことで、はい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 、あいいっすね、そんなに横に振られることなくスッといけました。スプリングとかもしっかりしていると、風にも強いということで、今日はねほぼ風がないんですけど、はい、まあ、風にも強いということでやっぱキャンピングカーね、車高だったりとか車体がでかくなりがちなんで風に影響されやすいんですけど、まあ、そこにもちょっと強いということで、はい、機会がありましたらね皆さんもぜひお試しください。はい、でいろいろ走ってるんですけど、特に何事もなかったので、はい、普通のドライブみたいになってます。はい、はい、というわけで到着でございます。はい、 OK、はい、ドライブ完了です。走ってきました。横幅もねやっぱ2メートルいかないってこともあって、そんなにね横を気にする必要もないですし、長さ的にもそんなにね長さ感じなかったし、ハイエースとそんなに変わんないかなぐらいの感じで運転ができました。でやっぱり話聞いてると高速だったりとか風の強い日だとキャンピングカーね風に振られてね結構ドキドキするっていう経験ねされた方多いと思うんですけど、そういうのも比較的ね強いということで全くないっていうわけじゃないんですけど、そういうのでちょっと怖い思いしたことある人とか、これからね新しくキャンピングカー乗る人でも安心して乗れるお車なのかなということで、中身もね
汚れに強くて気兼ねなく使えるっていうところで、特にまあペットだったりとかアクティビティ好きな方でも災害時の支援用としても使えますのでね、よければまたね概要欄にリンク貼っておきますので、そちら見ていただければと思います。というわけでね、今回はエクスペディションホークの紹介でございました。今回紹介したやつもお伝えした通りいろいろオプションがあったりするので、参考程度に見ていただければと思います。実際にはねキャンピングカーいろんなねオプションをつけて自分仕様にカスタマイズする方が非常に多かったりもしますので、ぜひね自分に合うオプションをつけていただければと思います。とはいえねベースがやっぱタウンベースになってくるので、普通のやっぱキャンピングカーに比べると価格的にはだいぶ抑えられておりますし、まあ、この小さくもなってくるので運転もしやすいということで、これからねそういうのを検討していた方もぜひ見ていただければと思います。というわけで今回は以上です。それじゃあまた。